えー、令和元年12月13日、えー、オフィス塚田プレゼント、茨城放送局、山本太郎、令和新選組応援チャンネルの時間がやってまいりました。えー、電気来てないんで、えー、携帯の電気でやってるっていう、もういいなぁ。このアナログ感が最高です、うちの会社。えー、まだオフィス塚田。 まだまだこれからです。でも、これから最高に有名になると思います。本日、えー、山本太郎さんの街頭記者会見に行って、えー、私たちの、えー、今までの、えー、行動が、えー、明るみに出るといいですね。あそんな感じです。えー、とにかくあの山本太郎さん応援してます。ただ、全面的に応援はできます。とにかく政治家です。見張ってなきゃいけないんです。だから今日はケツ叩きに行ってくれて。